アフリカ系アメリカ人。アフリカ系アメリカ人は、アメリカ合衆国民のうち、アフリカ出身の黒人、ネグロイドもしくはその子孫である。アフリカンアメリカン、アフロアメリカン、アメリカ黒人とも言う。アフリカ系アメリカ人という言葉には、黒人、ネグロイドを意味する子は入っていないが、コーカソイドに属する北、アフリカ系アメリカ人、アラブ人やベルベル人の子孫や、 ヨーロッパ系アフリカ人、アフリカーナーやアングロアフリカンなどの子孫を含まない。大半は19世紀半ばの南北戦争以前にアフリカ、サハラ砂漠以南のブラックアフリカから奴隷貿易によりアメリカに連れて来られた奴隷の子孫である。ただし若干だが、より新しい時代に自由な移民として渡米した黒人やその子孫もいる。彼らをアフリカ系、 と呼ぶべきかどうかについて、また、黒人と呼ぶべきかどうかについては、論争がある。中米に奴隷として送られた後に移民として、渡米するなど、より複雑な経緯を持つ者もいる。奴隷として連れて来られた際は、出身集団や民族集団が異なっていたが、奴隷制度によって、民族、文化的なつながりが乏しくなり、また、長い年月によって根血が進んだため、 民族集団ではなく、アメリカ合衆国に在住する黒人の人種コミュニティとして、たびたび用いられている、米国内の黒人人種比率 12.、12.9%2005 年。アフリカ系アメリカ人は、長い間人種差別の対象とされ苦難の道を歩んできたが、現在はブラジルなど、他のヨーロッパ系主体の移民国家のアフリカ系住民により、社会進出が進んでおり、 ホワイトカラーや軍人、俳優やスポーツ選手で活躍する場合も多く、多数の閣僚を排出するなど、国政の中枢にまで上り詰めるようになった。以前は、ニグロ、や、ニガー、などとも呼ばれたが、これは1960年代の公民権運動の高まり、ブラックパワー以来差別用語とされている。その一方、アフリカ系アメリカ人男性同士の人類同胞主義の表現として、 ニガ、ニガが,が,が使われることも多々あり、その傾向は特にラップ音楽において顕著である。しかし、日本人などの黄色人種や白人系アメリカ人を含め、アフリカ系アメリカ人以外の者たちが、この表現を使うことは差別的言動とみなされる。民族的回帰運動でもあるブラックパワーを提起した黒人たちは、ブラックイズビューティフル、黒は美しいをスローガンに掲げ、 白人から否定され、自らも否定してきた黒人の人種的特徴を黒人らしさとして逆に強調し、彼らの民族的アイデンティティを主張する表現の一つとして、アフロヘアーという髪型も生み出した。彼らはキリスト教からイスラム教へ改修したほか、自らをブラック、黒人と自称し、これは現在の黒人たちの一般的な自称となっている。 アメリカ陸軍においては2014年11月8日まで軍内の規定で黒人を指すときに黒人もしくはアフリカ系の米国人、ハイチ人、ニグロなどが使用可能であった。批判を受け陸軍は黒人もしくはアフリカ系の米国人の表記のみを容認することとなった。マーチン・ルーサー・キングの演説にあるようにアメリカ合衆国で単に 黒人という時は奴隷解放宣言までに奴隷としてアメリカ合衆国にトライしたアフリカの人々の子孫を指すのが一般的でる。しかし移民大国のアメリカには現在に至ってもアフリカ、中南米やカリブ海諸国から黒人の移民がやってくる。しかし彼らはアメリカによってアフリカから連れてこられた黒人奴隷の子でない中南米やカリブ海諸国から来た場合は スペインやフランス、イギリスなどにより連れて来られた黒人奴隷の子孫であることからアメリカ国籍を持っていない場合はアフリカ系アメリカ人という呼び名は当てはまらないとの指摘もある。例えばコリン・パウエルはアフリカからジャマイカを経由しアメリカに来た移民の子でありカリビアン・アメリカンが正当な名称であるが実際にはアメリカ国籍を持ちアフリカにルーツを持つ場合は アフリカ系アメリカ人と呼ばれている。は、黒人という語は、アメリカ、合衆、国ではなく量米の意味かに奴隷として連れて来られた人々とその子孫に限定すべきだと主張している。また彼女は、アフリカ系についても同様の主張をしている。1967年まで一部の州では、ワンドロップルールというものが使われていた。これは、十六分の一 つまり、自分の祖,祖父に一人でもアフリカ系黒人がいれば、差別の対象の一人とされていた。たとえ欧米系白人の地の方が、圧倒的に濃くても黒人に分類されるという考えである。そのため、欧米系白人とアフリカ系黒人の間に生まれた、子供も多くが奴隷として売られていった。例えば、第三代アメリカ合衆国大統領。 トマス・ジェファーソンが所有する奴隷であったサリー・ヘミングスは四分の一だけ黒人の血を引いていたが外観はほとんど白人に近くまっすぐな髪を背中に垂らしていたケニア出身のアフリカ系黒人の父とアメリカ出身の欧米系白人の母を持つバラク・オバマがアメリカ史上初の黒人大統領を呼ばれていることからもわかるように奴隷制度がなくなった現代でもこの考えは 亡くなってはおらず、有色人種と欧米系白人の間に生まれた子供は自動的に有色人種に分類されることが多い。オバマは白人による英才教育を受けていたので差別は体験していない。なお、現在のアフリカ系アメリカ人は他国のアフリカ系に比べると混血化が進んでおり、全体の約58%が8分の1以上、19.6%が4分の 1>, 1以上、1%が2分の1以上白人の地が、5%が8分の1以上ネイティブアメリカンの地がそれぞれ混じっていると言われている。このワンドロップルールの発端は、リンカーンの奴隷制の廃止と南北戦争が始まりだと言える。なぜなら南北戦争終結の後の奴隷解放で、白人と黒人の違いを無理やり維持するために、 多くの州に奴隷解放令以前にはなかった異人種結婚禁止法が作られる。1913年時点には48州中で32州で白人と黒人の結婚と性交渉は法律で禁止されていた。1952年でも48州のうち29州に異人種結婚禁止法があった。皮肉にもリンカーンの奴隷解放令がアメリカに 各種の黒人差別法、人種隔離法を生む直接的な原因となった。アフリカから連れて来られた奴隷の地が一滴でも混じると黒人とされた。白人が黒人奴隷をレープして生まれた子供も黒人になり、奴隷性を安く維持できたからだ。南部では公共の場で人種隔離が続き、生活のあらゆる面で誰が黒人で誰が白人か線引きされた。 それによって黒人は一滴の血による奴隷の過去と差別を共有する強いグループ意識を持つになった。その代表をマーティン・ルー・サー・キング・ジュニア牧師が言った。彼の行いが起源となってアメリカ各地で黒人の平和的な運動が始まった。アフリカ系アメリカ人、アフリカン・アメリカンの血液型の比率は O 型 51%A 型26% B 型 19%AB 型4.3%となっている。営業北、たアメリカでの記録に残る最初のアフリカ人は1619年にバージニア州ジェームズタウンに入植した年季奉公人とされている。イギリス植民地時代からアメリカ独立初期にかけては完全な奴隷制に移行する18世紀初頭までには比較的自由に生活する。 アフリカ人も見られた。その後大西洋魔奴隷貿易でアフリカから奴隷として連れて来られた人が増加し、1860年までにアメリカ合衆国には350万人の奴隷にされたアフリカ人とその他の奴隷ではない50万人のアフリカ人がいた。奴隷船として輸送される際に病死する者が絶えず、 かつて欧米諸国は1500万人の奴隷を運ぶ。際に一人の黒人を新大陸に連れて行くまでに5人の黒が中途で死んだという推計があるため、膨大な数の黒人を死に追いやっている。ただし、彼らを出身地から白人の手に引き渡したのは黒人国家である。リンカーン大統領の奴隷解放宣言で奴隷制が廃止されて、以後も政治的、 人権的な権利の制限は続いた。南北戦争で奴隷制度の撤廃を目指す北部が勝利した後、かなり以前から奴隷制度を禁止していた北部では、アフリカ系アメリカ人に対する差別意識は比較的薄く、ニューヨークやシカゴではアフリカ系アメリカ人の市長が誕生した前例がある。しかし、長い間アフリカ系アメリカ人奴隷の労働力に依存した南部では、 アフリカ系アメリカ人に対する差別意識が強く残り、ジム・クロ労法、アフリカ系アメリカ人に対しアメリカ全土で法の下の平等が保障されるのは、1960年代の公民権運動の静粛による公民権法の施行を待たなければならなかった。なお、奴隷制度廃止後、奴隷から解放されて自由になったアメリカ国人、解放奴隷の自由の国として、 西アフリカにリベリアとシエラレオネが建国されたが、両国とも内戦で最貧国である。特にシエラレオネは子供までもが戦争に駆り出され殺戮を行うなど、差別を受けながらも後に社会的な地位を上げたアフリカ系アメリカ人とは運営の差の生活を強いられている。また、カナダの方が奴隷廃止が早かったためにアメリカの奴隷がカナダに移住したことがあった。また、 第二次世界大戦においては人手不足からアフリカ系アメリカ人も軍人として戦争に参加することになった。当時民主主義の武器法を自認していたアメリカであったが民主主義という言葉とは裏腹に大戦中に召喚になったアフリカ系アメリカ人はベンジャミン・デービス殉承だけであり実際の戦闘に参加した者はわずか5%でその全てが 黒人部隊での参戦であった。残りのほとんどが単純作業を中心とした広報支援業務に付かされるなど参戦によっても差別は解消されなかった。現在の視点だと死と隣り合わせの戦闘に参加したのは大多数が白人である方が逆差別となる。なお、黒人部隊が廃止されるのは公民権法の制定後に戦闘が本格化したベトナム戦争においてであった。 1950年代以降、マーティン・ルーサー・キングなどを指導者に、アフリカ系アメリカ人をはじめとする被差別民族に対する法的平等を求める公民権運動が盛り上がりを見せる。その結果、1964年7月2日に、法の下の平等を規定した市民権法が制定された。しかし法的な差別が撤廃され、それがゆえに、 自由な国家であることを標榜する現在においても、白人がその多数を占めるアメリカ社会での少数派、約20%である黒人に対する差別意識は、ネクノコリ、白人に比べて低学歴の貧困層が多い。現在、黒人社会において、質の高い公教育を提供する行政実験が行われており、特別な家系ではない黒人の子女が、 ハーバード大学を代表とする多くの名門校に進学する実績を挙げつつある。特にスポーツ界における黒人選手の活躍には目覚ましいものがあり、恵まれた運動神経であるために少数民族であるにもかかわらず大いに活躍し、黒人アメリカンフットボール選手は NFL 全体の約5%、黒人バスケットボール選手は NBA 全体の 約80%という大多数を占めている。人口に対しての NFL における成功者の比率は圧倒的と言われる太平洋諸島系に次いで堂々の2位と目されている。しかし他国ではモータースポーツや水泳、ウィンタースポーツにおける黒人の進出、成功があるにもかかわらずアメリカにおいては現在もほとんど進出していない。スポーツ選手、俳優、 芸能人、政治家、実業家として活躍を見せ、アーン・ダンカンは多くのアフリカ系の有名人の友人がいる。後に黒人の社会的地位が向上し、コリン・パウエル、コンドリーザ、ライス、ロデリック・レーナー・ページ、ロナルド・カーク、マイケル・スティールなど、国政の中枢にまで上り詰める人物が立つようになった。そして、2009年には、ケニア人、 黒人の父とアメリカ人、白人の母を持つバラク・オーバマが初の黒人大統領として、第44代アメリカ合衆国大統領に就任するなど、差別解消運動の成果が顕在化しつつある。アフリカ系アメリカ人が北東部などから南部への移住が様々な理由でこの10年間で急増している。アフリカ系アメリカ人は、奴隷解放から100年経っても20世紀初頭までは、 差別がひどく、スポーツや、歌手や俳優などでも、白人から差別を受け、キング牧師の登場まで、学校や、レストランや、トイレやバス人種で分けられていた。差別的な警官により、暴力を受け、五者の教団に倒れたりすることもあり、裁判でも黒人が白人より重い刑を受けたり死刑、執行率が高い場合もある。そのため、ロス暴動のような差別への怒りの暴動が頻繁に、 起きたりする。現在は黒人が歌手、俳優、スポーツ選手、政治家として活躍して人気も出ており、オバマ大統領の就任は白人層からも大いに歓迎され、半世紀前に比べはるかに差別意識が薄れてきた。しかし KKK のような白人史上主義運動が未だに存在し、完全に差別が消失したわけではなく、黒人の社会的地位上昇のために就職や 大学の採用試験などの合格枠が人種で区別することで逆差別と感じる反黒人感情の白人が増えた。また2010年代においても前述と類似した事件や騒動が発生しておりこの差別感情が根強く残っている事実を反映している。しかし、訴訟大国アメリカでは黒人差別で訴えられる事例があり、 例えば、アフリカ系の消防士の食事にドッグフードを混入する人種差別的な行為で3億円余りの賠償金を支払う判決があったために黒人差別は社会的にタブー視されている。近年は従来の白人・大黒人という対立だけでなく、アフリカ系アメリカ人と他マイノリティとの対立が表面化することも少なくない。 黒人とアジア系アメリカ人の対立は1992年のロサンゼルス暴動に始まり、現在も断続的に発生している。黒人ボクサーのフロイド・メイウェザーはフィリピンの国民的英雄マニー・パッキャオに対し人種差別的な挑発をしたとして話題となった。メイウェザーは過去にも台湾系アメリカ人の NBA スター。 ジェレミーリンへの差別発言で物議を醸している。黒人コメディアンのクリス・ロックは、第88回アカデミー賞受賞式で、アジア系アメリカ人をステレオタイプに描写した、差別的パフォーマンスを行い、各方面から非難を浴びた。黒人とヒスパニックの対立も年々深まっており、米調査機関ギャラップによる世論調査では、 黒人とヒスパニックの関係を良いとした回答はわずか60%にとどまった。これは白人とアジア系の関係を良いとする回答が87%であることを考えるとかなり低い数値であることがわかる。黒人ボクサーのエイドリアン・ブローナーはメキシコ人ボクサーのカルロス・モリーナを差別的に侮辱したとして主催団体の WBC から出場停止処分を受けた。 2012年12月20日には、マイケル・ブラウン射殺事件とエリック・ガーナー窒息死事件への報復として、ヒスパニックと中国系アメリカ人の警官が黒人男性に襲撃され、そのまま犠牲となった。アフリカ系アメリカ人で有名になったものは、アフリカからは尊敬されており、例えば、バラク・オバマは、父の故郷ケニアでは、英雄死され、その夫人のミシェル・オバマは、 黒人奴隷の子孫である影響で、霊貿易の拠点のケープコースト上の訪問では、熱烈に歓迎を受けており、さらに、ケニアやアメリカで、オーバマ、ミシェルと子供に命名する親が急増した。アフリカ系アメリカ人は、世界一の経済大国で育った影響で、白人扱いされる例がある。例えばアバルトヘイトを行っていた、南アフリカ共和国では名誉白人と扱われていた、 ことがあった。また、白人社会で育った影響で、アフリカ本土の黒人とは、摩擦が起きており、黒人奴隷のために建国したリベリアに移住したものつまり、アメリコ・ライベリアンは1847年の、独立から1980年まで、リベアの政治、経済を支配し、現住民を見下したことで、リベリア国内の対立の火種となった。一方、アメリカを敵視する。 反米思想の持ち主からは、白人にこびる黒人、裏切り者として、軽蔑の対象とされている。例えば反白人感情を煽ったロバート・ムガベは、自国を批判したライスを、白の奴隷、アンクル、トムの娘と揶揄し、反物資的なハリー・ベラ・フォンテは、ブッシュ政権の黒人閣僚を、白人にこびる奴隷と揶揄し、反米組織のアルカアイラのナンバー2である。 アイマンザワー・ヒリーは、オバマとナイスト・パウエルを、ハウス・ニグロと呼んだ。アフリカに、旧植民地を保有した影響で、イギリスやフランスには、移民により多くのアフリカ系住民が住んでいる。しかし、アフリカ系フランス人は、スポーツ選手以外では、アフリカ系アメリカ人より、社会進出に遅れており、未だに多くが貧困層で、スラム街に住んでおり、 差別への怒りに対する暴動が起きることもある。カナダでは2.5%の78万人のアフリカ系カナダ人が存在しており、ミカエルジャンというハイチからのアフリカ系女性がカナダ総督に任命されている。ベネズエラの反米的なウゴチャベス大統領はスペイン人、インディアン、アフリカ人の血を引くムラートとメスティーソである。アフリカ系アメリカ人はその身体能力を いかんなく発揮し、スポーツの分野で目覚ましい活躍を見せている。北米四大プロスポーツリーグのうち NBA、NFL はいずれもアフリカ系アメリカ人選手が対数を占めている。現在、NBA 選手の約80%、NFL 選手の約65%がアフリカ系アメリカ人である。特にバスケットボールは、 ヒップホップなどと並んで黒人文化の一端を担っている。バスケットボールの神様と呼ばれたマイケル・ジョーダンの登場後は、ますますアフリカ系アメリカ人とバスケットボールは密接に結びついていった。バスケットボールの場合は全ポジションにおいてアフリカ系選手の比率が高いが、アメリカンフットボールの場合はポジションによってアフリカ系選手の比率が大きく異なってくる。NFL や NCAA カレッジフットボールのような高いレベルにおいてはアフリカ系アメリカ人が優れているとされる脚力や瞬発力が要求されるポジション RB、WR、CB などはそのほとんどがアフリカ系選手で占められている。特に RB はアフリカ系アメリカ人にとって最も花形のポジションであり、ラダニアントムリンソンのようなスター選手はアフリカ系コミュニティの間で 憧れの存在となっている。一方で、QB やキッカー、パンターなどのポジションにおいては、アフリカ系選手の比率は、比較的少ない。しかし、近年は、マイケル・ビックや、ビンス・ヤングに代表されるように、RB 並みの脚力を武器にパスプレイよりも、ランプレイを持ち味として活躍する、アフリカ系、QB、モバイル QB が増えつある。 四大スポーツで最も古い歴史を持つ野球においては、1947年にジャッキー・ロビンソンがデビューするまで、アフリカ系選手が事実上 MLB から締め出されていた。それまでは、アフリカ系選手のみで構成される、ニグロリーグが流星を誇った。ロビンソンら黎明期のアフリカ系選手は、人種差別に苦しみながらも結果を残し、次第に、 アフリカ系選手は MLB になくてはならない存在になっていった。フランク・ロビンソンが初のアフリカ系監督になったものの、近年はアフリカ系選手の減少が目立っている。MLB の登録選手に占めるアフリカ系、アメリカ人の比率は1995年から2006年までに半減し8.4%まで下がった。2009年には減り続けていた。 アフリカ系選手の数が久々に増加に転じ、比率も10.2%にまで上昇したものの、MLB は、こうした事態に危機感を抱き、アフリカ系選手の開拓に乗り出している。また、カーティス・グランダーソン、トリーハンター、リッキー・ウィークス・ビル・ホールらのように、多くの現役選手が、アフリカ系コミュニティへの普及活動を積極的に行っている。アフリカ系アメリカ人の野球選手は、 ケン・グリフィー・ジュニアやバリー・ボンズに代表される走攻守揃ったコツールプレイヤーやリッキー・ヘンダーソン、ケニー・ロフトンのような投塁数を積み重ねる瞬速選手が多い。ポジションでは圧倒的に外野手が多く、特に中堅手が多い。4大スポーツの一角であるアイスホッケーはアフリカ系選手の数が極めて少ない。2009年4月の時点では NHL 全体でアフリカ系アメリカ人選手は7人しかいない。アイスホッケーだけに限らず、ウィンタースポーツには白人のスポーツという偏見が未だに根強く存在し、アフリカ系選手の進出は進んでいない。それでも2006年には一人の五輪、スピードスケート男子1000メートルで、シャニー・デイビスがアフリカ系として初の登季後、我が根メダリストになったりもしている。 陸上競技では特に短距離走の分野でアフリカ系選手の活躍が目覚ましい。カール・ルイスを筆頭に数多くの後我が根メダリストを輩出している。一方、重量上げにおいてはアフリカ系選手が活躍することは少ない。ボクシングなどの世界でもアフリカ系アメリカ人はなくてはならない存在になっている。モハメド・アリを筆頭に輩出している。 一方総合格闘技においては、アフリカ系選手の活躍は少なく、特に柔道などの組技系格闘技においては、アフリカ系選手の占める割合は、非常に少ない。水泳においては、ウィンタースポーツと同様に偏見により、アフリカ系選手の進出が進んでいないが、2000年のシドニー五輪で、アンソニー・アービンがアフリカ系アメリカ人として、初めて、 米国水泳票に選ばれ、男子50メートル自由形で金メダルを獲得した。競馬においても、かつてはアイザック・マーフィーやジミー・ウィンクフィールドらに代表されるアフリカ系の騎手の活躍している時代が存在していた。奴隷時代に牧道として使役されていた若年者が、奴隷解放宣言後に騎手として転校した例が多く、10代前半からデビューするのが、 一般的であった。19世紀末は特に顕著で、1875年の第1回ケンタッキーダービーでは出走馬15頭のうち14頭がアフリカ系キ種を背にしていたほどである。しかし1920年代に入るとアフリカ系キ種はほとんど消えうせ、現在ではほぼ見かけることがない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。